こんにちは、和田です。今日はですね、私の監修いたしました、全国合戦院、徹底ガイド、これは明治出版、株式会社明治ユニバーサルコンテンツからですね、従来の五条院、東日本、西日本、そして、武将院に続く、4冊目ということになります。で、この本はこのタイトルの通り、合戦をテーマとして、古戦場院、それから、古戦場ゆかりの、寺社ですね、お寺とか神社で発行しているような、御朱印など、全国190枚を、紹介しております。合戦院がメイン、表題の通りメインではあるんですが、合戦そのものの、あらましや、それから、関係する、武将の話、あるいはお城などのですね、史跡の情報も、かなり盛り込まれておりまして、古戦場の写真もですね、豊富で、見ていて結構楽しい本に仕上がったというふうに思っています。冒頭部分でですね、関ヶ原の戦いに関する合戦院、これは私が館長を務めております、岐阜関ヶ原古戦場記念館の、別館の売店でですね、売られている合戦院がいっぱい出てくるんです。桃配山とかね、鶴ヶ池だとかで、ただこれ簡単にはですね、ゲットできない仕掛けになってます。で、各人証跡をですね、実際に本人が訪ねて訪れて、写真ですね、石碑だとか、あるいは周りの風景だとか、そういったものを撮影して、それを売店のですね、スタッフに見せて、確認を取った上で、初めて、購入できるという仕掛けになってます。それこそ、先ほどお見せしました、桃配山からですね、始まって、春日神社だとか、これは福島正則の陣跡ですよね。それから岡山の野呂芝だとか、これ黒田長政、あるいは竹中重治の陣跡など、その他、有名な松尾山だとかですね、これは小早川秀明の陣所ですが、そういった14枚が、この岐阜関ヶ原古戦場記念館では売られております。行かれ方もいらっしゃると思いますが、この松尾山は特に大変でして、そんなに数多くの方はまだ行ってないんじゃないかなと思っております。さて、この本はですね、例えば川中島の戦いの合戦員が、古戦場の場所がですね、現在八幡神社、八幡社の社務所で、手に入れるということは、私はちょっと知りませんでした。御城院が広く、知れ渡るようになって、合戦院が始められたのではないかなというね、そんな印象がございます。で、この川中島の戦いはですね、誰もが知っている戦いなんですけれども、無名と言っていい戦いもこの合戦院で取り上げられています。いくつかありますけれども、例えばですね、これ私も知りませんでした、ここにあります坊主原の戦い、あるいはその後のですね、二坂峠の戦い、あるいは柳鶴の戦いというのはですね、知りませんでした。で、この3つの戦いの合戦院はですね、佐賀県小城市のですね、福田寺事務所で頒布されている。龍造寺市、それから鍋島市、千葉市、熊代市など、肥前の武将たちの戦いが、繰り広げられたその、戦いの一つなんですが、坊主原古戦場に建てられたのが、福田寺ということで、福田寺で合戦院が頒布されているということになります。で、大きな戦いとなりますと、例えば関ヶ原の戦いのように、合戦院が何枚も作られる、
まあ、それと関係する御城印あるいは武将印も合わせて紹介されていますので、結構これ参考になると思います。まあ、例えば長篠設楽原の戦い、まあ、ここですね、長篠設楽原の戦いは、まあ、信長家康から始まってですね、まあ、秀吉それから、まあ、このように関係する武将たちの武将印がたくさん出てきます。まあ、織田徳川連合軍だけでなくて、まあ、敗れた武田勝頼の方、山形正景とか馬場信房、まあ、信春、ここでは信春と出てきてますが、まあ、そういった武将印も、まあ、設楽原歴史資料館で頒布されております。でやや変わった合戦印もあります。これはですね、小牧長久手の戦い、これは合戦の舞台が、まあ、今の愛知県の小牧市それから長久手市なんですけれども、まあ、頒布場所ですね、これが、なんと販売場所がですね全く違っているので、まあ、私もちょっとびっくりいたしました。なんとですね、これがですねここにありますが、古賀のここかな、古賀のお休みどころ、坂町、坂長と呼びますかね、茨城県の古賀市にあるんです。まあ、どうしてかなと、まあ、その合戦印を見ておりますと、小牧長久手のここに出てきますが英雄古賀藩主永井直勝とあります。つまり小牧長久手の戦いで、まあ、秀吉方の武将、まあ、池田恒興を討ち取った永井直勝が、まあ、後に、まあ、古賀城主になったことから、まあ、古賀でこの武将印合戦印が販売されているということになります。まあ、というわけで、まあ、もちろん小牧長久手の戦いの舞台となった、まあ、小牧市の、まあ、小牧市歴史館でも売られておりますので、まあ、その点はご安心いただきたいかなというふうに思っております。まあ、今日はこの全国合戦印徹底ガイドという、ね、本の紹介をさせていただきました。まあ、今日は以上で終わらせていただきます。